はい、えー、今回もですね、麻生財務大臣のコメントに、まあ、ついてですね、お話ししていこうと思いますんで、よろしくお願いします。えー、大住さんですね。久保さんおはようございます。カンニング竹山さん、政治のことはあまり知らないからあんなことを言うんですよ、と。それと貧困層の人の気持ちも理解してないですね。今はどんどん財政出動しないとダメな時期なんですよ、と。私も同意です。あの、カンニングの竹山さんのこと私よく知らないんですけども、まあ、ね、テレビに出る方としては、 政治寄りの発言した方がいいのかなっていうところなんですかね。うん。で、チョイマンさん。そもそも緊急事態と定額給付金がセットといったのは財務大臣のあなた。あ、そうなんですね。いや、この人でも約束守りそうにないですもんね、麻生さんね。<laughs> えっと、元気な吉尾さん。給付金はいりません。ただ、現在は国民全員が納税者なので、納税した10万円を還付してください。お、これいいですね。鑑定に命令しました。自民党の YouTube チャンネルにもコメントしておきました。いや、素晴らしいと思います。吉尾さんありがとうございます。次。 栗原さん、テレビの悪大臣見たい株が高い投資するお金が余っている麻生大臣,大臣関連の企業はうまくやってるみたいです。ドローク月に変わってお仕置きを。もう本当ですね。<laughs> はい、次。えっ、ー、と、あ、麻生さん悪い人じゃないです。周りの官僚たちに抑えられているだけです。麻生さん本当は出してあげたいと思っています。ああそういうね、考え方もありますよね。 嘘やん。<laughs> まあ、どう捉えるかはね、それぞれということでございます。えー、田口さん。人間は絶対に法律を守らなきゃいけない。いやー、お金をね、払ってほしいなてか、第2条、29条の日本国憲法の法律を守ってないね、政治家や、政治。そうですね。確かにそうなんですよ。無限発行しちゃえ。無限発行ね。うん、楽しみですね、それも。<laughs> えー、天皇陛下に頼もう。あそうです。天皇直後ってのいいですよね。 麻生は言ってよし。あ、この言葉どっかで聞いたな。カンニング、竹山もか。みたいなね。カンニングさん。鶴ぴカさん。カンニング、竹山も売れてない時は貧乏時代があったくせに、今は売れて富裕層だから、所詮は他人ごと。こんなふざけた、麻生を擁護する世間知らず芸能界からホすべし。庶民をなめるな、麻生竹山。<laughs> あの、確かにね、あの、あの、んですかね。貧しいところから成功者になった人って、俺でもできたんだからみんな頑張れば自己責任だよっていうふうに、 考える方もいるんですよね。寂しいですよね。はい。だっぺさん。あいつはただ感情的に言っただけだと思う。竹山だって阿蘇のこと嫌いだと思うよ。と、本音は。ああ、なるほど。やっぱテレビ向けってことですかね。えー、竹山さん。え、鶴瓶かさん。竹山、天狗になっているよね。最近。おー、なるほど。確かカンニングさんってなんか二人チームじゃなかったですかね。今一人でやってるんですかね。えー、鶴瓶かさん。 まあ、テレビに出る仕事だから、あんま過激な発言してたら仕事干されたら困るから気持ちわかるけど、政治家にごますり発言して、勘違いした発言したら、一般人のファンや支持者は減りますね、と。うん、ファンが減っても、 権利が、権力が味方についていればっていうところだったりして、もう嫌になっちゃいますね。山中さん、そのうち、麻生をやるやつがあられるでしょう。なんかね、いるみたいなんですよね。ちょっとね、不気味ですけども。えー、元気をこんにちはさん。先ほど、北海道知事のところへ、えー、メールと電話をしました。はい。声が届くていいな。多分届くと思いますよ。 オサムさん、麻生殺し出てくるかもしれないと思う、身内の中から。ああ、なるほど。麻生さんのお身内の方って、やっぱりこんな人が身内にいたら迷惑だと思うんじゃないですかね。カオルさん、私も毎日意見言ってます。素晴らしい。本当に富裕層だけ得して一般国民は助けてくれない。自分のお金じゃない。もっと一般国民の状況を見るべきです。声を聞くべきです。 私もそう思います。声を上げていきましょうね。聞かしていきましょう。ようこさん、給付金もらえたら助かる命や犯罪が防げるかもしれません。これはその通りです。麻生さんが自殺や犯罪増やしてるんです。わかりませんかと。私もね、こういう時にね、麻生さんがね、ほんと見殺しにしてると言ってもいいぐらいですよね。 タイガさん、悪意を込めたサムネ、感じがとてもいいです。あ,ありがとうございます。サ,サムネより結構ね、肉々しいでしょ誤解しないでくださいね。褒めてるつもりなんで、恐縮です。とりあえず、阿蘇もそうですけども、2回の問題ですね。と えー、菅も問題ですけど、まずはこの二大ボスを何とかしないと、政権から追い出さないと国民が国民によるより良い世界にはならないでしょうね。あくまでも感情論ですけれど、あしからず。私も感情論ではそうなんですよ。同意です。えっ、ー、と、クリアさん、国民を減らしたいんじ、減らしたいんでしょうかあ、とは殲滅計画ですかね。えー、タさん、えー、先日ツイッターで一日給付金の再支給ででも7万人、お7万人ですか 700万人ぐらいにならなダメですね、これね。7万人じゃちょっとね、少ないかな。でも声が上がってるのはいいことだと思います。お知らせありがとうございます。イエモンさん、お先真っ暗ですよね。少なくとも将来がどうかと、麻生だけには語ってほしくない。うん。これは思いますね。桜さん、誰だこいつは誰だあ、そうか。10万円やらんの、麻生悪魔だよ。<laughs> 悪魔でございます。最悪魔。<laughs> はい、えー、佐藤さん。 国民も協力要請拒否。これ以上の協力何をするうん。本当だな十10万円給付、協力したよと。10万円分ね。えー、国民は協力しないことによってコロナ問題感染は広がるが、協力しないリスクだよと。だから何だから協力求めると言われても、リスク分担しているなら協力拒否します。国民は納税義務果たしているから国はコロナ問題解決しろ。納税分の 効果出せ国に反感持った人に、えー、協力拒否されてやれるもんなら1年以内にコロナ解決しろと国民は1年ずつ納税義務を果たしているいやー正論でございますあのねやっぱりね政治家さんっていうのは普段とやること変わってないんですよただ喋るだけなんでねで飲み会行ったりとかね集団でランチ来たりするわけでしょ 国民が不自由して国民が納税してるわけなんですよ。要するに、税金を払う人は苦しくって、税金をもらう人は楽してるみたいなね。こんなことになっていきます。えー、シャーロット・プリンさん。麻生太郎。大臣やめてください。私も思います。給付金は大臣が決めるわけではない。国家で決める。野党を信じる。そうですね。そういうふうに思っておきましょう。ガースが決めることだよね。とガース決めてくれ。 えー、アを殺さないと、私たちの国民はどんどん苦しめられていくということで、コメントついております。えー、その他ね、コメントありがとうございました。えー、まあ、今回もね、皆さんの恨み節、私もしっかりと受け止めさせていただきました。